新型コロナウイルスの震源地である武漢を含む湖北省で患者数がゼロにだがなかなか陰性にならない長期陽性患者が新たに発生している彼らは感染力を持つのか慢性的な感染者となってしまうのか中国の独立系メディア財臣が取材分析した4月26日 武漢を含む湖北省の全地域で新型コロナウイルス肺炎の患者数ゼロが実現した。湖北省と武漢市での感染予防策が緊急で長長期のものから通常の対策へと変わったことを受けて、共産党中央の指導グループも4月27日に北京へ戻った。 だがその裏で長期陽性という新たな患者の存在が人々の注目を集めている。陽性患者が感染者と見なされない武漢市金隣丹病院のある医師は病院には陽性患者がまだいるが彼らはもう感染者とは見なされていない。病院は総合的な評価を行った後に次々と退院させ尺・薬中。 団地のようなコミュニティの隔離拠点に送っていると、在新記者に話した4月24日、国家衛生健康委員会、まさし医官局の小宮美晃は、中国中央テレビ CCTV のインタビューで、長期陽性という表現を初めて用いた湖北省で入院治療を受けている患者のうち、約15人の軽症患者らが拡散検査、薬中。 PCR 検査などの結果を待っているが他にも長期間にわたって陰性にならない患者が30人余りおり彼らがいわゆる長期陽性患者だという湖北省が患者数ゼロを実現できたのは患者数から長期陽性患者を除いたからだ長期はどれだけの長さか彼らは感染力を持つのか。 どう治療すべきか数多くの疑問について研究結果が待たれる北京地・団病院感染西名の主任医師である栄武氏は同病院の SNS 公式アカウントで長期要請の期間は3週間か4週間かあるいは2か月以上かまだ明確な定義はないと投稿している北京・甲州・武漢の多くの感染症専門家によると。 理論的には長期陽性患者の感染力は弱く患者が一生ウイルスキャリアであり続ける可能性はあまりないという。ある文献によれば一部の患者が回復後にウイルスを排出することはあるが病原性は著しく低下し感染源となる可能性は低い。坂井武